んにちは、旬ダイアリーメンバーの鈴です。本日はこれまで旬ダイアリーでは面接動画たくさんやってきたんですけれども、その中でも特に高い評価を受けた自己 PR をした就活生4人の動画を持ってきました。4人の自己 PR 動画を見て皆さんが真似できるポイントを問いさんに解説していただこうというふうに思っております。私はですね、大学卒業してから P&G という会社でマーケティングを担当して、その後も何社かマーケティングをやってから独立しています。で、就活マニアだったので外資就活 .com やワンキャリアさんでもコラムを書かせていただいていて、確実内定という本を出しておりますので、よかったら皆さんもお手に取ってみてください。概要欄にあるそうです。じゃあ実際に内定をたくさん勝ち取っている就活生の動画は今回5人分連続で見れるんですね。はい、そうです。なので見比べることもできますし、一気に見ることで自己 PR こうすればいいんだってモチベーション上がりやすいと思うので、ぜひ見ていってください。はい、今回プレゼントもありまして、大手6社に内定した専修大生の面接想定質問集が配られます。そちらも概要欄にあるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。穂積和樹と申します。はい、私の強みは課題を突破する力です。この課題を突破する力というものなんですけど、私は現在、IT 系ベンチャー企業で約50名の組織の中で営業部長をしております。この営業部長として現在売上というところを結論 160% 1年間で伸ばさせていただきました。でここに至った経緯についてなんですけど、まず一つこの突破を証明する一つのエピソードを話していければと思います。突破をした一つのエピソードとして、まず私自身がその会社に入った時に問題が大きく一つありまして、新人が本当に多く離職していってしまう、辞めていってしまう、また入った新人の成長率が明らかに低い、他社と比べた時に明らかに低いというところが問題としてありました。私が部長になった時にそこを何としても改善したいというふうに考えて、私が取り組んだのが研修制度を整える、評価制度を整える、この2点について取り組んできました。なぜこれに取り組んだかというところなんですけども、まず原因として教育する体制というのがなかったんですね。だから圧倒的に属人性の高い組織だったんです。ここを変更していって制度を強くしていったというところで売上を 160% 伸ばさせていただきました。以上で終わります。ありがとうございます。当初は成長し続けることに貪欲なところです。インターン生として働いていたインターネット広告会社において初月ながら12人中1位の社内 MVP を取ることができました。最初はその日のクリック数を報告するのみでした。しかしそれではロボットと変わらないと気づき、広告の写真をそもそも変えてみようだとか、水準に届いていないのでターゲットを40代までに増やそうなど具体的な対策を取るようにしました。すると広告の達成できるスピードが上がったことで、たつきに複数の案件を任せていただくことができるようになり、社内 MVP を獲得することができました。加えて学業においては受けた授業の単位は全て取ることを目標とし、最後まで一つも単位を落としませんでした。そのような目標を達成しながらも、私は貪欲でありたいと思ったので、自分の学部の範囲以外の哲学とか芸術学といったものを取り、自分の興味を深めました。このような経験から、自分が社会に出ても成長し続けることに貪欲であれると思います。私の強みはしつこさにあると思っております。このしつこさっていうのは、人に対するしつこさと物事に対するしつこさの大きく2つがあると思っています。具体的に発揮したエピソードとしては、予備校のアルバイトで、前例のない長期合宿みたいなものを立ち上げまして、そちらを成功させた経験になります。で、7名のチームのリーダーをさせていただいて、35名の生徒さんに対象に企画を行いました。で、本当にチームメンバーを集める段階だったりとか、あと3日に1回ぐらい本当にミーティングさせてもらって、本当にみんな大学生活で忙しい中でもしつこくお願いさせてもらって、ミーティングとかもさせてもらって、で企画に対しても本当に徹底的にしつこく、やり抜いていきました。で、最終的には本当に校舎史上最高の成果を残すことができたかなと思ってまして、校舎長からもお褒めの言葉いただいたりとか、そういった形でいい企画ができたかなと思っております。このようなしつこさを生かして、将来的にはビジネスマンとして活躍していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。私の強みは、どんな高い壁があったりとか困難な状況でも一定やり抜く力があると思っています。これは私の人生最大の挫折経験から得た学びではあるんですけども、でその自己紹介にもあった通り、バスケットボールをずっとやってきていて、高校時代も 20、30 人いる結構多めの部活でレギュラーとしても活動していたんですけども、一度高校2年時の冬前に腰の骨を折ってしまう、脊椎剥離といっても腰の骨が剥がれてしまう怪我を負ってしまって、医者からは、もう諦めた方がいいよ、普通に引退した方がいいよと言われたことがあったんですけども、それは私は絶対に諦めたくないと考えて、腰の骨が剥がれてくっつかないんでしたら、じゃあ
もう徹底的に筋トレを続ければいいんじゃないのか、体幹をつければなんか復帰できるようになるのではないのかといったところで、約半年間壮絶なリハビリを得て、最終的に最後の大会の前には復帰することができて、自分としてもチームとしても納得できる成果を得られたことが一番の強みだったのかなとは思っております。以上です。はい、ということで5人の自己 PR 見ていったので、まずどうでしたか？もずみさん、あれは就活生にとって毒だなって、あんなもの見て自分も参考にしよう、あ、私も営業部長の経験あるしとか思うやついねえよ。もずみがちょっと桁違いに、そうだったですね。まず中途の面接でもぶっちぎりで勝てるぐらいの経験をされているので、自分は穂積さんと同じにならなきゃいけないかなって思った人は安心してください。そんなわけあるか。大丈夫です、はい、で具体的に我々が真似できるレベルで何が良かったかなって話をすると、たった1分なのに何が課題でどう対策したかがものすごくキュッとまとめられて話されてましたね。余分な言葉が全然ない。であれはおそらく相当練習しているか天才か、我々も練習すれば意外とあれだけ端的に話せます。で、ほずみさんが話していたフレームワークを真似しましょう、はい、フレームワークっていうのは考える順序です。まず自分の出した成果ですね、はい、結果をすごくストレートに言います、はい、で課題が何だったか話します、はい、対策を話します。もう一回結果を話します、はい、この流れは誰でも真似できますし鉄板です。なのでぜひ皆さんもこの流れで話すより自己 PR はぜひトレーニングしていただきたいです。穂積さんの素晴らしかったところはあんまり実は具体的なこと言ってないのに具体的に聞こえたこと、あれをもし怪しくするのであれば一人一人膝を突き合わせて話しましたとか、はいはいはい、粘り強く考えましたとか言い出すと突然嘘くさくなりますよね。粘り強く考えたってなんだよってなるのが穂積さんの場合は本当に属人化していた技術を、まあ、トレーニングで、まあ、皆さんが受けられるようにして訓練して離職率下げたんだなって思わせた。これはなぜかっていうと自分の言葉を使っているからです。まず属人化って普通就活生は出てこない、ですね、離職率っていうとまず学生からあんま出てこないかなっていうところで、オリジナルの言葉というよりはビジネスパーソンの言葉にすごく近かったから社会人が聞いた時にそういう話ねって分かりやすくできているというのが強かったと思いますね。なので皆さんももしかしたら穂積さんと同じぐらいのエピソードを持っているにもかかわらず自分の喋り方選んでいる言葉が悪いだけのせいで落ちている可能性はあります。ですからですね、これはエピソードが素晴らしかったから通ったっていうのはあるとしても、それと同時にフレームワークが良かったっていうこととビジネスパーソンがこれを説明するのはどのような言葉でやるだろうっていうのを研究されていた、それが勝因だったというふうに分析するといいと思います。でビジネス経験のない学生でもビジネスパーソンに聞いてみるとか、そうですね、壁打ちしてみるとかで、はい、分かりやすくできるといいかなっていう感じですね。そうですね。ですので OB OG 訪問に自分のエントリーシートを持っていって、この経験を会社員に分かりやすく説明するのは何て言ったらいいと思いますかって相談してみるとか、お父さんお母さんでお勤め会社でされてるのであれば、これって会社員に伝わりやすくようにはどういう説明をしたらいいかなって聞くとか、そのあたりがおすすめです。どういう業界だと分かりやすいなっていうのが富さん的に何か分かったのを教えていただきたいです。はい、一言で言うと個人の裁量権が大きいところ、はい、逆にあの穂積さんをダメにしたいと思ったらどこに入れるといいかなっていう考え方をしてみると、旧態依然としていて若手はもう一律で裁量権がなくて上から言われたことを補助するだけっていう仕事に多分3年放り込むとすごく腐ると思う。実はですね、あんまり伝統的な日本企業には向いてないタイプですね。ご本人も多分ご存知だと思います、うん、ですので、例えば商社みたいに向いてそう、若手の下積み期間であってもなおバリバリと働かされるようなジャンルのところとかコンサルタントとか、あるいは外資系企業に行かれるか、そして最後ベンチャーかっていうところになってくると思っています。でもこのあたりは好みだと思っていて、もうだんだん年俸が上がっていって年功序列がなんだかんだ好きで雇用の安定が欲しいなら商社行くべきですし、まず最初の給料でドカンと上げたいと、でそこから実力主義が好きっていうなら外資ですし、もっとその自分が何でもかんでも回したい、職種とか限定されずに全てを見たいっていうならベンチャーだと思います。で商社行きたい人、まあ、YouTube 見てる人も多いと思うんですけど、はい、裁量の大きい仕事をしてきたっていうアピールをしたら割と受かりやすい。そうですね、はい、そこでリーダーシップを発揮したことも重要なので、裁量の大きい仕事でただ傍観していましたっていうのはレポートのようにしてくださいね。はい、
では続いて高柳さんの自己 PR いかがでしたでしょうか。高柳さんはかなりですね、話す速度が一定の方ですね。でしたね、はい、あそこまで一定で喋れてかつつまらなくない話し方できる人って相当いないので一つ才能だと思います。抑揚とかもなかったのになぜか聞いてられる、はい、抑揚がなくて一定の速度のものって普通人間は飽きちゃうわけですよね。でそこであそうなんだそうなんだって聞かせるのはもはや才能なので、あの正直何かしら声に関する仕事についてもいいレベルだと思うんですが、まあ、多分そういうことではないので一回置いとくと、エピソードに着目するとですね、実は素晴らしかったのが課外活動の話、要はお仕事インターンバイトとかの話と学業の話を両方入れてたことです。で普通自己 PR って、2つのことは入れない方がいいと言われてます。1分で、2つのエピソード入れるのは普通無理ですけど、それを両立させていた。なぜならば高柳さんの最大の強みはこの両立できることにあるからです。で実際にトップの企業に内定する人って勉強もできるんですよね。よくその就活の批判で就活生って課外活動ばっかり評価されて学問は何も評価されてないみたいなのを写真される方毎年いるんですけど、トップの企業を内定する人は全部単位も取ってるし、なんなら学年主席だったりしながら課外活動やってるからっていう話になるんですよ。なのでそういう意味で非常に優秀さをバランスよく売り込んだ、私はちゃんとしてます、でちゃんとした人間ですっていうところがむしろ高柳さんの価値だったと思います。はい、どういう業界だったら受かりやすそうかなっていうのが分かったら教えてほしいです、はい、プレッシャーにさらされるのにきちんとしてなきゃいけないところ、はい、で高く評価されると思うので、はい、そうすると例えばテレビ局の中でテロップを確認しなきゃいけないとか、報道前にファクトをチェックしなきゃいけないニュースの前の部署とか、はい、出版社の公正・公閲部署とかそういう局所でポイントで力を発揮するタイプですね。一般的な会社であればファイナンス系経理とかもいいですし、あるいはメーカーの工場側の品質チェック安全チェックあたりを担当するのも良いと思います。なるほど、はい、今のそのプレッシャーの中でもちゃんとできるっていうのは、はい、時間っていう制限がある中でもちゃんと喋れてたからそういう強みがあるっていうふうに思われたってことですよね。そうですね、で例えば単位をちゃんと取りながら課外活動をやるっていうところも時間制限とか圧、時間は24時間しか与えられてない中で課外活動で1位を取っている中でもそこをちゃんとやるっていうのができているので、制限内でのクオリティの担保ができる人という評価を非常に高く見てもらえると思います。ありがとうございます、はい、高柳さん今の自己 PR 動画を見て1分の中になんか情報量がすごいなと思ったんですけど、はい、どうやったら他の就活生もああやってできるんですかね。高柳さんの場合はかなりですね上級テクニックを使っていて、自分のエピソードに他人を入れてないんです。あ、確かに一人で何かやったっていうエピソードだけでしたね。そうなんです、普通はこれ握手と呼ばれるやらない方がいいことです。チームワークの方が、まあ、会社でどう仕事になるかっていうのが分かるので、高柳さんは広告会社の自分の広告運用っていう、まあ、ものすごく仕事ど真ん中の成果を PR することに決めた結果、他人を入れなくても仕事をできる自分であるっていう風に見せることに成功したので、他人を説明する必要がなくなったんです、うん、もしこれが上司を説得した話、広告運用でとかになると上司の人となりとかどう説得したかを言わなくてはいけなくなるので1分間の尺がすぐ埋まると思います、はい、でも高柳さんは、そこであえてはいした、多分やったんだけどはいした、うん、というところが大きかったと思います。稲山さんのフィードバックをお願いします。稲山さんはですね非常に面白い戦い方をされていました、はい、まずですね粘り強さ、この自己 PR も年100回は聞くかなぐらい の,、はい、あのよくある正直自己 PR の強みです、うん、ですので、正直今から学生がやってきて私に相談してくれて、で粘り強さでエントリーシート書いたり面接行こうと思ってるんですよねって言ったら止めます、うん、ライバルが多いし、なんかめちゃめちゃ粘り強い人がいたら負けるからですね。でも稲山さんはどうやって勝ったかっていうと、すごい回数しつこくって言った、はい、めっちゃ言ってましたね、はい、多分5回ぐらい言ってるんですよね。実は具体的な数字そんな出してないんですけど、うん、あまりにもしつこくって言ってるから本当にしつこいんだろうなっていうか、うん、もうしつこくっていう言葉をしつこく言い過ぎなんだよっていうこの面白さによって実は突破しているという、稲山さんにしか使えない戦法の可能性がある勝ち方をしました。お話自体もきちんと構造化されていて、相手にスッと入ってくる喋り方をしていたがゆえに総合力で内定されたのかなと思います。お話にもあったんですけど、はい、今何回も動画の中でしつこいで同じ単語を使ったと思うんですけど、はい、これって自己 PR 的に大丈夫なんですか。
まあ、単語によりますね。あっさりっていう単語を何回も言ったらこいつあっさりなのしつこいなってなるから意味わかんなくなりますけど、うん、あのしつこさを売る意味でしつこさいくいうのはむしろプラスだったと思います。なるほど。であと他にも自分をどのように記憶してほしいかっていう戦略上の観点がありまして、はい、特に購買率皆さんが応募されるような会社になってくると本当に1000人単位で面接をしなくてはいけない。で1000人の中であの人にしようって言ってもらうためには記憶に残ることがまず大事だったりします、はい、ってなってくるととてつもないなんかこうフックになる単語で、気を引くとか面白いエピソードで気を引くとかいろんなやり方がありますけど稲葉さんはしつこかったです、はいはい、これは戦略の取り方によりますので単語を繰り返せば勝てるっていう考え方をせずに自分がどう記憶されるべきかっていう戦略で考えてください。はい、ありがとうございます。はい、続いて稲山さんが向いてそうな業界教えてください。一つはアナリストとかリサーチャーみたいな、はい、何かしつこく調べる仕事もですね、はい、もやってもいいですし、あと稲山さんの場合は人に対してしつこく粘ることもできるので、説得に時間がかかる商材の営業もやってもいいと思います。確かにやってる。例えば不動産とかで家を1軒買うって人がおそらく1年2年単位で悩むものですよね。でそこででもこれ買いましょうよって言い続けるやはりしつこさかなり大事、うん、結局その家の違いっていうのを、まあ、いろんな人が家買う前に調べたりして性能の差とか見ますけど、じゃあ専門家はレベルで分かるかっていうと結局分からないで人で決めるっていうことになりがちなので稲山さんが多分その案件取りまくると思います。なるほど、ありがとうございます。で続いて須藤さんの面接のフィードバックお願いします。はい、正直売りにしてるのは根性ですよね、うん、で根性ってものすごく学生を売りにするんですよ。多いですよね、はい、でも正直社会人は思ってます。そんなにお前根性あるんか何やろっていう。で実際エピソード聞くとそれそんな根性いるみたいな話すごく多いです。でこれは実はですね、あの若手の働きぶりを研究している専門家も指摘していることで、若者が自分をどのように認識しているか、自分の長所は何かと認識しているかっていう調査をすると、若手はですね自主的に動けることと根性、まあ要はちゃんと粘り強いとかそういうところを自認してるんですけど、先輩世代から見た時の評価も真逆っていう。消極的で根性がないと思われてる。これは最もギャップが生じやすい。すなわちこれは危険な自己 PR なんですね。なるほど。でも本当に根性あるんですよ。日本で言うやつだったのがすごい。本当にあった。はい。なのであの非常にあのご自身の強みっていうものが突出していたっていうのが逆に須藤さんの強みであり、就活生としてはこんな根性の見せ方はしなくていいから根性で自己 PR するのやめようか。こういう人が隣にいたら集団面接で負けますっていうのが学びだと思います。自分の強みをもう一回ですね、先輩とか、はい、まあ、専門家でもいいですし、あのキャリアセンターでもいいので言葉にしてもらうと意外と違う強みが見つかると思います。この人間と戦うのはやめよう。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて須藤さんが向いてる業界教えてください。はい、須藤さんはですね穂積さんの逆で、おそらくその伝統的な日本企業だったらまあまあどこでも愛されると思いますが、兵隊にされるリスクがかなり高い。兵隊っていうのは、例え話として使われている言葉で、体力に物を言わせてひたすらあの前線で働かされる、まあ、消耗品みたいな扱いを受ける人のことを就活では兵隊とよく呼びます。そういう働かされ方をするリスクがあるので、闇雲に大手だからここに内定したから行こうとか思うのではなくって、内定したあたりで OB/OG 訪問をしっかりして、ここで自分は兵隊扱いを受けるのか、それとも自分の経営陣になるチャンスがあってここにいるのかっていうのは絶対確認した方がいいというのがポイントです。須藤さんは雇うところが雇ってくれたらちゃんと CEO レベル、本当に次期社長になる素質がある方なんですね、はい、だから自分のことをちゃんと評価してくれる会社に行けるかっていうのはかなり人生の境目になってくるので、はい、自分をただの兵隊と思う人間なのか、こいつ指揮官だぞとすごいなと思ってくれる会社にお迎えしてもらうつもりで行くのかっていうのは内定してから考えた方がいいと思います。ありがとうございます。はい、はい、ということで本日は4人の自己 PR を見ていきました。皆さんこれまでの動画の中でも特に高い評価を受けてきた方なので、今土井さんから実際の就活生も使えるポイントなどの解説もあったと思うので、
ぜひこれから面接ある方、この自己 PR 参考にして面接やってみてください。一つだけ最後に追加でアドバイスさせてください。はい、1社目は落ちて当然なんで、いきなり本番の企業に挑まないようぜひ皆さん、確かに練習のつもりでもいいからたくさん受けて、練習して強くなって本番の会社に挑んでください。そうですね、後悔しないように本選考頑張ってください。頑張ってください。ございます。でオープニングでも話したんですけれども、今回大手6社内定した専修大生の面接想定質問集配布しておりますので、概要欄からチェックしてみてください。問さんの確実内定の本もあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。